先に手錠外すからね、モイラ君の。3、2、これはもうね、大丈夫。我が輩がヘリで逃げる。いや何マサムネぞ。いらんやろ、ハズレやろ、そんなハズレ言うな。お前俺のことはいいけど、伊達マサムネをディスんなよ。ごめんなさい、どういうことですか。独眼竜やぞ。あ、いや、はい、いや、そっちのマサムネではないんですけど、私の方ですよね。はい、はい、そうじゃ行ってくるか。お前次東京来た時に泊まらせねえからな、あんま適当言ってると。楽しかった。どういうマウントの取り方。いいね、楽しかった。どういうマウントの取り方。いや、あんま適当言ってると。場所は、え、何このハイテク街って何。待って、何ハイテク街って何ハイテク街って知らんよ。ここになんか手挙げてるおじさんいるの。何言ってんの。シャブ決めてる。何ハイテク街いないよおじさん。ハイテク街って書いたもん。ちょっとごめん説明してゆっくり。寂しすぎて幻想見てる。わかんない、ハイテク街ってここのおじさんに、ね、だから ここのおじさんって何。何マップに書いてあるの。ハイテク街ってハイテク街っておじさん。あ、内側運転か。はい。昨日なんか疲れた？なんか島取り大丈夫だった？あ、大丈夫だよ。あ、本当？なんか襲ってこなかった？他のギャングは。誰も来なかった。あ、面白くない。ここにピンサーしとったんだよな。ちょっとね、一旦看板違う。ちょっと看板いく。普通にガイがいたけど、セクシーな。セクシーガイはいたけど。いや、男は失敗してなんぼよ。いや、な。うん。まあ言いたいことは分かりますけどね。え、これガチでちょっと引っかかりたくないわ、センサー。そうだね、こっちで完全犯罪しよう。こっちじゃない、あの粉はたいてよ。粉ね、粉プンってやればいいの。粉プン、粉プンしてみて。粉プンしたよ、プンしたよ。しや、うん、なんか見える。見た。うん、粉プンしたよ。粉プンし、なんか増えた。赤外線増えて、あの赤外線見えるよ。じゃあカルピについてきゃいいか、一旦。これな、マジで絶対に当たってないよねっていう。ダメ、カレン。おー、やった。2個手に入った、ナックル。あっつ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 、でかい。マサムネどうぞ。マサムネ、違う、マサノリゾーね。いや、待って、あ、終わった、ごめん。船にかかるよ。じゃあ、破壊かかった。すまん。よし、回収だ。急げ。これ置いてくる。急げ。あまりにも早い。ちょっとムズ。ちょっとムズいって。引っかかるってこんなん。どんどん引っかかれ。ちょ、我が輩金庫頑張ってあげるわ。オッケー。了解。ちょっと車近くに持ってきたかね。あ、いや、やば、ロックピック必要じゃん、金庫。手あげる。急げー。警察さっき病院で暇そうにしたから結構早そう。いや、早そうやね、これ。早そうやんね。金庫2階。テレビ行く？テレビ無理。テレビ、我が輩行くよ。やばい。逃げろ。シットダウンじゃない、シットダウンじゃない。やばい、やばい、え、やばい。手錠、手錠、手錠、パタパタパタって音がする。じゃあもう手錠、じゃあマサムネ入り口。じゃあ手錠持ってる。あ、持ってる。金庫ってどこにあるの。あ、渡すロックピック渡すね。オッケーオッケー。もうこっから無線でマサムネ頼んだぞ。入り口はナックルは持ち帰りたい。行くぜ。ゴリラ確保。ナイス。はっ、むずくね、逆。あっ、お、むずいて。頼む。はっ、こういうこと。はっ、はっ。ごめん、俺もう手錠で拘束したから。入り口変わって俺もう手錠できん。カルビ、え、むずくね、え、回せないんだけど。こうなったじゃん。エンターでもない。嘘出てる。おい、ちょ、こんなむずい、変わった。
頼むよ。上？いや上もない。お結構全部押してるぞ。もう。スペースでもない。うん。ちょっと待って、もう終わってるこの金庫。なんか全然できない。金庫無理。諦める。じゃあうちちょっと入り口のところにいるよ。いいよ。ちょっとなんかいるわ雪だるまが。こんにちは。なんだこの雪だるま。なんだこの雪だるま集団。ねえねえ、金庫開けれないから手伝ってほしいかも。金庫？しょうがねえな。こっちこっち。しょうがねえな。うん。ああ、僕はこの道のプロだ。任せろ。本当ですか？歪んでる。浮上されたままでダメじゃね？あれ？あ、いたいたいた。あれ？歪んでる。大丈夫？外で待ち伏せになってる。え？今、いる？はい。長者、おとりできたって言ってた。これなんか必要？あ、これ渡す渡す。これお願い。これさ、なんか昔とやり方違うんだよ。やってみて。で、なんかできたら教えてほしい。ちょっと待って。うん。これどうやったっけ？心の目で。無線やめて。信じてるんだから。今、君を信じてるんだから。ちょっと待って、今やるから。今やるから。あ、ありがとう。どうやったんだっけ、これ。なんかなんだっけ、W と、A と D の筋肉で回して、カチッてしたらなんかするはずなんだけど。なるほどね。そうそうそう。難しいこれ。絶対昔と違うもん。おかしいこれ。これ今カチッ。え、そうカチッとしたらさどうすればいいのこれ。うん。なんか聞いた話によると W の。あ、W？ じゃないのこれ。え、それでやってみてよ。なんか前 W むず。むずいでしょ ？W の筋肉でやってみてこれ。いいよ。うん。ありがとう。はい。行きまーす。で、多分やればいけるよ。やったー！できたー！すごい！ゴールドブラッチェット。できたできた！あれ？ゴリラどこ行った？ゴリラね、今外出てた。あ、出てた。どうするこれ？ゴリラ解放した？ゴリラにね、やってもらった金庫。え？うん、だから、え、これ外に待ってるってこと？え、やばくね？ゴリラさんどうしてくんない？あ、いいよ。あ、違った。あ、違った。あ、違った。いろいろ。どうすればいい？どうすればいいこれ？え、これどうすればいいゴリラさん。もう外に出て、そう、人質交渉にするしかないぞ。そうだよね。出るよ。あ、待って。めっちゃやばいかも。僕、自力で出るよ。ちょっと待って、ね。ゴリラを先に出さす。うん。待って、よいしょ。ちょっと一回自力で出るよ、これ。うん。あ、いた。こんにちは。あの、ちょっとどういう状況？あのゴリラさんがね、あの金庫開けてくれたんだけども、はい、その、うん、一応人質という扱いにしてます。はい、ちょっとどうなってもいいのか。そんな、さんもいたらお前の中で使っちゃいました。はい。なので、まあどうしよっかな。このゴリラさん助けたいですか？うん、助けたい。あ、本当に。じゃあ。エンさん、ありがとうございます。この車で僕たち逃げるから。うん、そうだね。3分間アタック禁止にしよう。いや、竹井の命は1分だぞ。え？そんな！ごめん、こいつのことは聞かなくて大丈夫。アタック禁止は3分でお願いします。そんな！なんで！ひどいことを！よし、逃げます、逃げます。じゃあ、こちらこちら。これ、運転するの？あ、僕でもいいの？本当に？うん。キブーキー。おい、竹井。え？うん。よいしょ。さて、どうする？こっからだ。お前らあの途中であの降りて逃げていいからな。これはねえ、いい？行くよー。車さえ乗り換えることができた。55分まで。よーい、スタート。どうする？パシフィックのガレージにいたら俺全頭のある。パシフィックのガレージ？うん、パシフィックガレージに行けばそこの見えてるやつ後ろの方。ほー、そこにいるよね。あ、これさ、ちょっと待ってよ、3分でしょ、55分だよね。ちょっと奥のですかは、あの、まさむね、前回さ、あの、トラックでさ、教えたやつある。あれをやる。あれやるか、多分これ乗れるから。はい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 。どういうこと？ね、まさむ説明して。今から、先ほどが止めるところに、風が、高い風が横につけんねんけど、壁横にこの車つけんねんけど。そんな装備で大丈夫か？大丈夫だよ！この車を乗って壁を、何？この今右にあるやん、白い壁、この右の白い壁、これを車の上に乗ってさらに壁を越える。そして怖いよ、怖いよ。怖い、ここだじゃん。ここだじゃないよ。じゃあ、ここだじゃない。ここだじゃん。
僕らじゃない。バイバーイ。逃げろ。みんなチリチリで逃げるな。また帰れ。逃げろ。逃げろ。逃げろ。行くなよ。先周りの音が聞こえる。あ、絶対やばい、これヘリで見られてる。ヘリで絶対見られてる。やばい、ヘリがいる。逃げられない。終わった音から聞いてる。終わった。頑張れ。どこに行けばいい。先回りされてる。終わったさよならだ、さよならだ、さよならだ。ごめんなさい。大丈夫だ。やばい、ヘリにずっと追いかけられてるわが、終わった。まあ、うちはこのままちょっと隠れた後帰るな。了解だ。あとは頼んだぞ。お、待てよ。なんでここ潜ったんだ。なんでここ潜ったんだ、我が輩は。折り返せ。折り返せ。折り返せ。いや、これ撃ちたくないな。これで捕まったらさ、あれ、あのプリズンなし、プリズンなしだよこれは。いや、ナックル欲しいんだよな今。結構もう捕まり直前なんだけども。やだやだ。車で帰ります。キョンさんも帰るけど、もう捕まっちゃった。まだ大丈夫。どこにいる？頑張ってさ、船着き場の方まで行くわ。じゃあ船着き場で拾うわ。やめてよ。マサブラ、マサブラ、マサブラ。いや、我が家は逃げるぞ。頑張るぞ。あ、いる、あそこにいる。よし、岩崎スイミングスクール。ちょっと待って。この雪だるま待てよ。兄貴逃げて。やばい。めっちゃヘリいるじゃん上に。やばい。やばい、死ぬ。死ぬ。危ない。やばい。やめて。死にたくない、死にたくない。今だったら命は大丈夫だぞ。命も欲しいけど、盗んだものも欲しい。カルビ、もう逃げていい。もうね、我が家たちは捕まる。オッケー、うちも今パッパッとぶつかったけど、しれっと逃げとくわ。やだ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 。よっしゃ、ふっふっ、よし。お、うまい。よし、人質交換だ。誰だ、そんな、人質交換だ。そんなの許されない。そんなものは許されない。許されないの。それは許されない。それは許されない。許されないのか。それは暴挙すぎるよ、お前。それはじゃあどうすればいいの。それは許されない。捕まれ。どうするな、これ。じゃあ、分かった。じゃあ、3秒待ってあげる。3秒。いや、3秒。解放した瞬間に3秒待ってあげる。5秒だろ。じゃあ5秒。3秒だとテーザーが届く。5秒だろ。じゃあ5秒ね。いいよ。分かった。じゃあ、瞬間ね。瞬間だよ。いいよ。兄貴逃げて。絶対お前を、頑張るからな。どうしようかな。ほら、早く行くぞ。ほら、イカリ様、テーザーしまって僕を手錠外す準備を。ほら、なぁ、どうや、近づかないよ。ほら、早く、ほら、はい、じゃ先に手錠外すからね、モイラ君の。3、2、1、1、1、1、1、やばいカルビー、ごめん、パトカー盗んじゃった。でもこのパトカー赤いんだけど。やばい、赤い。なんとか逃げる。
やばない、どうしよう。まさむれ15とついちゃう。あ、来てる。どうしよう。で、パトカーないよな、あいつら。これ逃げれるんちゃうか。やべえ、何も考えてない。屋上でヘリついてっけど。どうすんのよ、これ。これはもうね、大丈夫。我が輩がヘリで逃げる。着替えちゃってるからね。オッケー。知らん顔するとは。オッケー。黒い車どうしよう。ここにあるんだよな。あ、15とって殺されるんだっけ。もうちょっと待ってよ。もうちょっと待ってよ。ヘリで逃げようとしたら、ヘリでちょっと逃げたかった。お前10セットだから終わりだよ。もうちょっと遊んでよ。ヘリでちょっとチェイスしたかった。俺しかいねえんだから、もう。お前が車奪ったことに達してんだよ、みんな。あと10分ぐらい遊びたかった。長すぎるだろ。迎えに行くよ、みんな。ちくしょう。だって、あの場面もパトカー盗むしかないじゃん。Okay. え、ねえ、お前さん、これプリズンですか。プリズン。いや、なんなら多分お前が盗んだことによってみんなプリズンかも、これ。僕だけにしてくれませんか。僕が魔が差しちゃったね。ちょっとじゃあみんなに無線で確認するわ。待っててね。すいません、ボイラ天下人武井正治、皆さん、犯人からなんですけれど、パトカーを盗んだのは僕だけだから、プリズンは僕だけにしてって言ってます。どうしましょうか。お願い。ダメです。いや、大丈夫、それも聞きたかっただけだから大丈夫。僕だけが悪いから。僕だけが悪いから。うん、僕だけプリズンでいい。あ、いや、全員だって。人の心持ってないの。いや、それをやっちゃうとみんなそうなっちゃうからダメだって。みんな正しくてよかったわ。わかんない。誰かさ、救急隊お願いしといてもいい？お友達大丈夫？誰ちゃん？お兄ちゃん？この雪だるまが10セットしたからみんなプリズンだよ。ごめんね、お友達。ごめんね。おお、雪だるまくん、こんにちは。こんにちは。10セットしたからプリズン6。だってあの場面はしょうがないでしょ。もうパトカーしかねえよな。行くしかねえよな。全部込み込みで、いくら660万です。はい、何やったの。マリカ、アキス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 だ。アキスで600万。またアキスやったの。660万じゃ切ります。悔しいよ。ごめんね、お友達。どうやって元取りゃいいんだよ、この人は。そうだよな、むずいよな。アキスっていくらもらえるの。あれ、今どっち切られた。アキス、この間キャップ来た時はあれだぞ、60万だった。3桁もらえないよ、アキス。680万つった。あ、そうです、そうです。680万ちょっとかわいそうだな。かわいそうですよね。あ、ちょっとかわいそうだな。いや、犯罪者にかわいそうもクソもあるか。お、何言ってんの。じゃあ取ろう。キャップ、一つ言わせてくれ、キャップ。あの、取ったのこいつや。こいつ自分から選んだから、こいつは。僕です。か、僕ですけども。あれ、ゆっくりだろ。まあの、脇をだった。うん、無理じゃない。いや、あの場面無理。パトカー盗むしかなくない。いや、いっちゃおもろかった。あのさ、逃げてる最中にさ、ボイラさん捕まえてさ、人質交換が。あれはこっち分かんなくて。分からないんだもん。いや、ボイラ人質だったの。そう。
一回歩いたらそれごと打つのにな。一回空き巣で人質になってんだよ、武井も。そう、ニュー人質使う。そう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 。第2部の人質始まったから。お前ら空き巣ハマってんの？ハマってる、最近ハマってんの、うん、ハマってんだ。だって暇でしょ、早晩も。ほんでさ、盗んだパトカーがボコボコっていうのもまた思う。ほんま、クソほどボコボコなんだもん。おもろ。いや、あのままね、アジトも逃げれたけど、やっぱもうちょっと遊びたかったの、我が輩は。なんかちょっとさ、マグロとしたよね、アジトの方に一瞬迷ったよね、あれ。いや、あれはね、いや違うなと思って。そう。偉いんかい。素晴らしい。脇よだな。あの前の空き巣も死ぬほどおもろかった。ありがとう、真っ白。そうだったらちょっと減額してやりたいわ、その気持ちあったら。ちょっと待って、わかった、交渉材料あります。あ、何？携帯を開いてください。何？スマホ？うん、うん、真っ白、まさぶね、正直、赤ちゃん、うん、これはどう見る？なんか共有来た。何何何、なんでゴリラの写真共有されなきゃいけない？ちょっともう一回これな、ゴリラかな、なんか開けてんだよ、金庫。金庫開けてます、これ。これどうする？汚職じゃないか、これ。いや、僕も交渉材料ある。交渉材料ある。交渉材料。なんだ。その時に手伝ったんですけど、手錠外されたんですよ。で、そのまま僕、普通に出れたんですよ。うん。でも、戻ってやった。ね、ごめん、全然、お前、巻き返してない。弱い。どういうこと？いいよ、分かった。あのね、空き巣に金庫があるんだけど。金庫があるんだけど、開けてたのよ、このゴリさんが。はい、うん、そういうことね。じゃあゴリさんも一緒にプリズンでいい？あ、いいです。よし。いや、待って、どうせプリズン行くやろ。やだ。やなんだ。しかもさ、今竹井ね、今日はチルデイにしようって言ったの。うん。いいじゃん。プリズンでチルすればいいやん。プリチルやん、プリチル。うん、プリチルしようぜ。我が輩たち一緒に。かわいい。こいつアンブレル入っちまうよ。一旦ぼちぼちプリズンいいっすか。ごめん。お話も楽しいですけど。お願いします。お話もね。ちょっと。はい。ごめん。はい、すいません。これ何分ですか？全員でプリズン来てくれてもいいんですよ。ね、お願いしますよ。俺と庄司は行くよ、あとで。なるほど。庄司もだってプリズンだもんね。チルデなんだよ。あ、そうかそうか。ちょっと、お前、もうプリチルだよ、お前。ダメだ。プリチルって。いや、プリチルは絶対嫌だ。嫌だいやいや、救急隊少ないやろ、今。少ないよ。うん。じゃあ、これヘリ渡したから。送って。このヘリで帰っといて。これだけ聞きたいことあるんだよな。じゃあプリズンで待ってるわ。ギャンボスの練習ずつ遅刻した？あとで話そう。じゃあそれここで話す。めちゃくちゃ聞きたいよ。いいよ今度教えてくれ、はい、60分かよ。60かよ、これで15度ってそんな重い罪なの。